5章、日本における食と資本主義の歴史。19世紀の開国から1970年代、日本の食とは豊かな自然が育む四季折々の山の幸、海の幸に恵まれ、長い伝統の中で極められた世界が羨む食文化とイメージする人も多いと思います。和食、日本人の伝統的な食文化はユネスコ無形文化遺産に登録され、農林水産業をはじめ政府機関や食品産業、観光産業などさまざまな産業が和食の素晴らしさをアピールしています。和食とは南北に長く四季が明確な日本には多様で豊かな自然があり、そこで生まれた食文化であり、自然を尊ぶという日本人の気質に基づいた食に関わる習わしと称されています。これほど素晴らしい食文化があったのに、第二次世界大戦後、特に経済成長に伴って食生活が西洋化、アメリカナイズされて、主食である米を中心とした食事が減り、油や肉や乳製品や糖分もたくさん食べるようになって、食料自給率の低下や食生活の乱れなどの問題が起こってきたと説明されるのが普通です。例えばある食料経済学の教科書には、日本の食生活は高度経済成長期から急速に大きな変化を遂げ、米を中心とする穀物類の需要量が減少し、肉類、乳製品類、油脂類を中心とする畜産物需要量が増加したと説明されています。東京農業大学食料環境経済学科編、食料環境経済学を学ぶ、2007年、図14、農林水産省による食料自給率を向上させるための呼びかけ。国産食材を食べて日本の農家さんを応援しよう。みんなが国産の農産物を選ぶと国内での生産が増えて食料自給率は向上します。ご飯を1日にもう一口 14g 食べる。国産米粉パンを月にもう約6枚、398g 食べる。国産大豆 100% 使用の豆腐を月にもう2丁、560g 食べる。国産小麦 100% 使用のうどんを月にもう約2玉、603g 食べる。これを1年間続けると食料自給率が 1% 向上。農業の持つ役割を理解して、みんなで国産の農産物を選ぶことが大事だよ。出典、農林水産省ジュニア農林水産白書2020年版。これらの通説によれば、戦後から主に米国の影響で日本の食生活が乱れたのだから、みんながもっと米中心の食事をして国産の野菜を食べたらバランスの良い食生活を取り戻し、その結果日本の農業を支えることができるという話になります。実際、農林水産省は食料自給率を向上させるために図14のような呼びかけをしています。日本の農業は担い手が高齢化し、耕作が放置され、農地が減り続けるという問題に面しています。カロリーベースの食料自給率は4割弱と主要生産国、先進国の中でも最低で、近年の自由貿易協定でさらに低下が懸念されています。日本の農業の現状については、大野日本の農業を考える岩波ジュニア新書に詳しいです。これら日本の食と農の問題は
第二次世界大戦後から起きた問題でしょうか。経済成長による消費者の思考の変化だけが原因でしょうか。歴史を遡ると19世紀半ばに黒船が来て開国した日本にメリケン粉と呼ばれた米国産の小麦粉と英国の商人が取り扱う洋糖と呼ばれた砂糖がまず流れ込んできました。そこには欧米での資本主義経済の発展を支えるために小麦や砂糖が世界商品となった背景があり、実は日本でも近代の初めから小麦粉や砂糖、そして大豆や菜種から絞る植物油などが資本主義経済の発展に大きく関係していました。この章では19世紀の開国から戦後経済成長を達成した1970年代まで日本における近代的食料システムの形成を国境を越えたより広い世界経済の歴史に位置づけてまとめてみました。明治期から近代国家を急ぎ築こうとした政府と、時には軍部や財界や大企業が日本の食に関係してきたこと、帝国主義や戦争を含め政治と経済が私たちの食生活を変えながら日本の食と脳に大きな影響を与えてきたことを見ていきましょう。近代前のカテメシ。日本は江戸時代200年以上も鎖国政策によってかなり独立した経済社会を形成していました。実際にはオランダや中国、朝鮮半島など世界とつながりもあったのですが、貿易は厳しく制限されていました。そんな状況下で庶民の日常食が輸入されるはずもなく、日本はこの鎖国時代、食料に関しては基本的に自給自足できていたと言えるでしょう。その頃日本人はどんな食事をしていたか。宮廷や晴れの日の特別な食事はさておき、庶民の毎日の食事については記録が断片的で、地域や季節によっても異なるため、その実態はあまり明確ではありません。江戸、京都、大阪など都市部に住む公家や武士、商人や町人たちを除いて大多数の人々は農村に住み、基本的に身の回りの田畑や山、川、入り合い地などで採取、栽培したつつましいながらも多種多様なものを食べていたと思われます。日本の伝統的な食事はご飯を中心にと米が主食だったと思われがちですが、ご飯といっても現在のような精米した白米だけのご飯はごくわずかで、多くは米すら少なく、麦類やあわやヒエなど雑穀と、それに大根やナッパやさまざまな食材を混ぜたカテメシ、つまり混ぜご飯が多かったようです。江戸時代まで米は年貢、税として納めるものであり、当時大多数を占めていた農民が日常の食として食べる食料ではありませんでした。農民がどれだけ日常的に米を食べていたかについては諸説ありますが、貧しい農民は米をほとんど口にすることができず、重病や死期間近になった時に竹筒に米粒を入れてその音だけ聞かせたとの民謡もあるほどです。近代に入り産業革命が始まると、人々の働き方や食事が変わりました。働くことは工場など生活から切り離された場所で労働力を売ることになり、その賃金として得たお金で商品として他の人が作った食料を購入することに変わります。都市部の労働者や工場に借り出された助工、さらには軍隊の兵士たちの胃袋をどう満たすか、そこに新たな食料システムが形成されました。開国と近代国家建設プロジェクト。1853年、黒船に乗ったペリーの来航をきっかけに
日本は開国し近代化を始めました。幕府は日米和親条約や日米修好通商条約など欧米諸国に治外法権を認め、関税自主権を放棄するという不平等条約を締結しました。実はこの時幕府はかなり頑張って外国人の貿易を居留地に制限し、外国資本や外国商人が日本国内に入り込むことを阻止しようと努力したのです。欧米から資本や商人が日本国内の市場や経済システムにまで入り込んで日本を植民地化することを幕府は恐れました。そのため開港した一部の港、横浜、神奈川や神戸、兵庫などの居留地に外国人を留め、そこへ日本の商人たちが出向いて取引するようにしたのです。日本では江戸時代に商品経済が発展しており、高利貸しなど金融業も発展して成長していた有力商人たちがいました。また激動の時代に新しく商人として身を起こした人たちも多く、これらの日本の商人たちが居留地で外国商人たちに対応し、外国勢力を水際にとどめることができたのです。こうして欧米資本の国内への侵入を実質的に食い止め、日本での資本蓄積を可能にした実力と環境が、19世紀アジアにおいて日本だけが産業革命を遂行できた要因の一つとも考えられています。新しく近代国家を築き始めた明治政府は、殖産興業や富国強兵などの政策を取り、上からの近代化を推し進め、急ぎ産業革命を進めようとしました。その資金源として国際貿易を担い、外貨を稼ぐ日本の商人を育てようと、政府は三井や三菱など既存の勢力を支援・保護して政府の商人・政商として発展させました。これらの政商は貿易を担うとともに積極的に海外にも進出していきました。領事館と横浜商金銀行など特殊銀行と三井物産など政商は三位一体的に海外、特にアジアへの進出に乗り出したのです。これら政商が取り扱った品目に小麦粉や砂糖、そして満州の大豆がありました。近代的な日本食品産業の誕生。急激に近代化を推し進めた明治日本において、現在まで続く大手食品企業がいくつも誕生しました。これらの企業が誕生した年と現在の商品などを各社のサイトで見てみてください。見たこと、食べたことがある馴染みの品が多いでしょう。なぜか砂糖や小麦粉や油を使う食品が多く、現在でも市場を寡占している大手企業ばかりだと思いませんか。創業年、当時の社名と現在。1906年、明治製糖、明治。1907年、鈴木製薬所、味の素。1907年、日清豆かす製造、日清製油、日清オイリオグループ。1910年、森永商店、森永製菓。1916年、鈴木商店製油部。1922年、豊年製油、 J オイルミルズ。開国直後、まずは小麦粉と砂糖が海外から日本に流入してきました。北米産の小麦を機械製粉した真っ白な小麦粉が輸入され、メリケン粉、アメリカの粉と呼ばれました。それ以前から日本でも小麦が栽培され、味噌や醤油の醸造に使われたり、水車などで製粉した小麦粉がうどん粉と呼ばれ、製麺に使われたりしていました。
でも米国から輸入されたメリケン粉は真っ白に製粉され、均質で大量に調達できたことから、麺類、菓子、パンの加工用として主に軍用ビスケット、氷量パンやお菓子を製造する工業の原料として使われました。海外から輸入された砂糖も用途として、それ以前から日本にあった砂糖とは区別されました。日本の砂糖は遡ると奈良時代に留学僧たちが中国から薬としてごくわずかな量を持ち込んでいました。近世の初めから輸入量が少し増え、鎖国時代の出島を通じた貿易では砂糖がかなり重要な輸入品だったようです。日本国内でも薩摩藩などが砂糖を生産し、藩の財政を支えたりしましたが、これが薩摩藩の倒幕、明治維新での活躍を支えたという説もあります。いずれにしても庶民はほとんど口にできない希少品でした。開国後、居留地の一つだった神戸で養豚を取引、引き取り商から創造したのが、大正期に日本一の年商を誇った幻の総合商社とも言われる鈴木商店でした。鈴木商店はその後、三菱や三井を超えたと言われたほど巨大な財閥に成長しました。1927年には破産に追い込まれたものの、その系譜には現在日本の各分野で活躍している大手企業が多数あります。ところで、なぜ開国直後の日本に海外から小麦粉や砂糖が流入したのでしょう。一章で紹介した英国の産業革命を支えたカリブ諸島での砂糖や北米での小麦の生産を思い出してください。欧米の経済成長を支えるための小麦や砂糖の大量生産と国際貿易が確立していたからこそ、そんな世界に向けて開国した日本にもメリケン粉や養豚が流れ込んできたと考えられます。